MV-22 オスプレイ。30年近くかけて設計し、研究し、検査してきた製品。ヘリコプターのように離着陸できる海兵隊が待ち望んでいた空港機です。私たちパイロットにとっては夢のような素晴らしい航空機です。自動操縦機能があり、コンピューターが全てを監視し、最新情報を提供し、任務遂行に貢献しています。 CH-46 シーナイトヘリコプターと比べて、オスプレイは2倍の速度、2.5 倍の高度、3倍の搭載量、6倍の航続距離を備えています。わかりやすく説明すると、2011年の友達作戦の際、東北に行くのに CH-46 は数日かかりましたが、2013年のダマヤン作戦の際にはオスプレイは数時間でフィリピンに到着しました。オスプレイが他の空港機と違うのは、ヘリコプターのように垂直離着陸でき、飛行機のような速度や航続距離を備えているということです。この特殊機能はナセルによるものです。ナセルは垂直方向90度にもなるし、回転して水平0度にもなります。このナセルは2つの6140馬力ロールズロイス主製ターボシャフトエンジンを囲んでいるカバーです。オスプレイがティルトローダー機と呼ばれるのは、ナセルが回転できるからです。オスプレイには垂直離着陸モード、高低翼モード、転換モードという3つの飛行モードがあります。飛行中、徐々にナセルを回転させながら3つのモードに変換することができます。実際にどうやってそれぞれのモードで飛行するのかは、実に物理的な説明になります。高低翼モードの際、オスプレイは26メートルの翼を使って揚力を生み出し、回転翼機のように飛行します。空中を前進する際、翼の上には低気圧が発生し、翼の下には高気圧が発生します。垂直離着陸モードの際、オスプレイは10メートルのローターを使って翼と同じような揚力を作り出します。ローターが回転するため、空港機は前進せずホバリングをすることができます。ナセルの角度が傾いていれば、揚力は翼とローターの両方で作り出されます。実はナセルの角度変更は全てパイロットの親指の動きで操作しているのです。オスプレイはデジタル式フライバイワイヤ操縦システムを採用しています。パイロットがコントロールを動かすと、飛行機のコンピューターが読み取れるシグナルに変換され、より安全でよりスムーズな飛行のため調整を行います。このフライバイワイヤーシステムは三巡で構成されており、一つのシステムがダウンした場合、次のシステムが稼働します。またオスプレイはラジオ、後方装置、後継機、さらには誘圧システムなど、いくつかの重複システムを保持しています。一人が掃除できない場合に備えて、パイロットも二人体制となっています。同じくエンジンも安全性を考慮して製造されています。エンジンは両サイドにあるナセルの内部に設置されており、ナセルと接続しているローターとつながっているだけではなく、ドライブシャフトともつながっています。このドライブシャフトは両方のエンジンを両方のローターに接続します。そのため、一つでもエンジンが故障した場合、ローターが回転を続け、オスプレイは飛行を続けることができます。オスプレイは2007年以来、 CH-46 の後継機として韓国、ブルナイ、フィリピン、その他アジアおよび世界での作戦と演習で安全に採用されています。15万を超える運用飛行時間を保持しており、戦闘や人道支援両方の運用で活躍しています。オスプレイの沖縄配備は、アメリカ太平洋軍の運用領域を向上し、地域の災害により迅速に対応し、授乳局や同盟国の平和と安定を守るために貢献します。まとめると、オスプレイは高速で搭載量に優れ、ヘリコプターと飛行機の機能を併せ持ち、いくつかの三重構造システムがあり、すでに15万を超える運用飛行時間を保持している空港機です。安全で信頼のおける海兵隊や同盟国にとって偉大な資産です。オスプレイ、まさに同盟に必要な機能なのです。